は徳島県の神山から来ていただきました。今日3名です。よろしくお願いいたします。お願いします。このイベント担当している今井と申します。今日はよろしくお願いします。冒頭の30分だけ YouTube で配信をしてまして、このカメラで撮ってるんですけど、まあ、メインの方は前が映りますので、あらかじめご了承いただければと思います。後からYouTube で検索してもらうと見られるので、よかったら見てください。じゃあ順番に、最初はまずは簡単に自己紹介をいいですか。はい、はい、名前は馬場達郎と言います。徳島県神山町役場の職員です。役場の人ってことですね。そうです、はい。で、まあ、ここに来たきっかけとしてはですね、まあ、今神山町に、一応神山町版の今地方創生戦略っていう力を入れてまして、その中でこう集合住宅のプロジェクトがあって、まあ、それをこう紹介しようと思ってこう関東に今回、来て、まあ、仕事場に出させていただきました。まあ、その私はまあ総務課で勤めてまして、その地方創生戦略のこう役場の担当をしております。趣味もお願いします。趣味ですか。趣味とか最近ハマってることっていうのをみんなに聞いてて、結構いろんな仕事の人をお呼びしてるので、ちょっと人柄が見えるといいかなと思って。そうですね。まあ、仕事以外でやってることとしては、4歳の子供が、息子がおりまして、まあ、なかなかちょっと仕事が遅くて遊べないので、会える日はちょっとなるべくこう遊んだり、まあ、明るい時に会えたらこう野球をですね。ああ、いいですね。ちょっと投げてあげて打ってみたいな。4歳ってもうそんなできるんですか。できます。まあ、こんなことはできないですけど、こういう感じで、はい、野球をしてます。で、まあ、息子が寝たりすると、うん、ちょっとAmazon プライムをはいはいはい、子供のおもちゃを誕生日に間に合わすように、なんか早く配達っていうのを選んだら、ありますね、ちょっとこう意図せずアマゾンプライムを選んですけど、あれマナーですよ ね、 そうですね、うん、今なら最初無料みたいな出ますから。でもそれをこう楽しんで、はい、へ、何見てるんですか。直近で見たのは、オアシスというバンドの、はい、ドキュメンタリーあるんです。結構いろいろ配信してますけどね。あ、そうです。映画とかも見てもらって、映画見たりしてます。一人の時間はそういう。オアシスは何が良かったですか。オアシスですか。オアシス僕好きなんですけど大学の時にサマソニック、はい、フェスですよね。オアシスの、オアシス来たから行こうと思って。役場の人もフェスに行くんですね。でもその時は役場の人じゃないまあまあまあ、はい、あ、でもその時その時の感動みたいなのが蘇ってくるというか。そうですね。なんかその大学のこう青春のこうテンションみたいなのが上がって、あ、まあちょっと何年か経ったけどこう変わりませんでした。自分ではやらないですか、楽器とかを。ああ、やらないんですけど。歌う？そうそう。高校生の時に、まあ、コピーバンドみたいな、まあ、文化祭のためにした2年間ぐらいして。で、まあ、卒業の時にも一回やったっていう思い出は、その時は僕は楽器弾けないんで、歌を歌う。ロックですか。歌わせるともうね、なかなかいい声なんですよ。いいですね。今夜もいい曲。じゃあ後半になったら配信しよう。配信します。ババちゃんマンサルでもなかった。じゃあ酔いが回ってきたらぜひお願いします。はい、はい、お願いします。こちらババさんです。よろしくお願いします。はい、高田智美と申します。今神山つなぐ公社といって、神山町の創生戦略、地方創生の戦略を役場と一緒に推進するっていうので立ち上げた民間の会社に3年前から働いてます。で、まあ、その3年前 の、 そこに働き始めた時に神山町に移住しました。でも出身は静岡県の浜松市で、まあ、大学その後と、まあ、違うところを点々と移り住んだ結果、今ひょんなご縁で神山町に住んでいてっていうところです。あ、
趣味とかハマってること、ね、なんかそれさっき考えたらいろいろ思い浮かんでどうしようかなと思ったんですけど、去年から家庭菜園を、うん、あの知り合いの有機農家さん、あの移り住んだ方に借りていて、野良上手っていうんですけど、野良上手、はい、いろいろ書いてるんですけど、まあ、そこ言い始めると長いんで、でもあの自分の区画が大体、まあ、このテーブルよりちょっとちっちゃいぐらいかなから最初始めて、こんぐらいってことですか？そうですね、これぐらいの、あっちのあそこまで、あこれぐらいは自分の区画 で常にあのちょこちょこといろんな好きなものをこのちっちゃなところにいろいろ植え替え続けながら、食べ続けながらどうやって1年間やっていけるかみたいなのがちょうど今一回り、去年の3月からあそこでは始めたので、が回るところで、すごくなんだろう、やっぱりなかなかこうやって土日も出てたりすると行く時間がないんですけど、例えば出勤前、あの役場と同じ出勤時間なので8時半に始まるんですけれど、なんか7時半とか8時とかに家を出てちょっと畑に寄って様子見て、なんか青虫がつきまくる時期だとそれを容赦なく全部取って、その後に出勤とか、すごい朝活ですね。なんか真夏とかはまあすごい朝の畑が気持ちいいから、あの釜パンって神山にすごい素敵なパン屋さんがあるんですけど、そこの食パンにちょっとバターとマヨネーズだけ塗ったのを持って行って、積み立てのレタスとかちょっと食べられるエディブルフラワーとかを散らしてパシッておしゃれサンドイッチを作って、それを食べながらあの畑を眺めるみたいなのをやってたのは楽しくって、でもちょっと冬が寒すぎて最近あんまり畑に行ってないなと思いながら、それが幸せです。今だとでも大根とかですか？実はなってますね、とあのブロッコリーとかカリフラワー系が あのすくすくと大きくなってきていて、キャベツもそのうち取れるかなと。あ、いいですね。そんななんか言ったら素人というかあんまやったことなくてもできるものなんですか？あのそこの農家さんがいろいろ今この種まかないととか、もう何週目までにはまいてねとか、コーチですねちょっと虫がつきすぎてるからちゃんと取ってねとか、みんなであのやりながら教えてもらえたり、あと他の人の畑を、あと7家族かな、やってるから他の人の畑を見て、なんだろうこれとか、あいいですね、やっぱり人がやってるとあそわそわするみたいなのがあって、続いてる気がします。ありがとう、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ラストお願いします。ラスト藤本彩です。高田と一緒に神山つなぐ校舎で働いています。私はあの生まれ育ちは広島 で、あの、まあ、上京して鎌倉、あそうちょっと待ってね、東京に鎌倉に8年暮らして今神山なんです。で家族がいまして、息子2人と夫の4人家族で、今神山1年目なんです。で、さっきあのちょっと馬場さんから話がありましたけど、その集合住宅神山に作るっていうところで、あ私のなんかこういつか住んでみたいなっていう理想の家だったので、あのため元で応募して集合住宅が決まって、で今住んでる本人でもあります。なので、まあ、そのあたりを、今回お伝えできればいいなと思ってきていますが、だいぶじゃあそう思うと皆さんに立場が近いというか、行きたてほやほやってことですもんね。そうですね、あの元々3年ぐらいの神山に友人がいて訪ねて行くたびに、あいいな神山ここに持っていて、そこから移りするか、まあ、引っ越したり、じゃあ趣味とか何かハマってることあれば教えてください。趣味ですね、どれ行きますか？どれ行きましょうかそんなに多趣味なんですか？多趣味なのは彼女なんですけど、はい、あの私は漫画が好きです。あのこういう場所で言うことじゃないんですけど、いいと思う、将来の漫画家ですベレー帽をかぶってる日はちょっと漫画家っぽいよね。ちょっと漫画っぽいです。あでもなんかこう今その神山に暮らしていて、はい、まあ阿波踊りとか、あと徳島ですもんね。あと阿波人形浄瑠璃とか、やっぱりこう伝統的なものが残っていて、こうそういうこう文化に触れるたびに、なんかこういうものをなんか残していけないかなっていうのはすごい思って、それが漫画なのか本当にこう伝えていくっていうお仕事かわからないですけど、やっぱりこう神山で起きていること、街のこと。特にハマってる漫画とかあるんですか？漫画ですね。その伝えるっていうことも、まあ、幅広いと思うんですけど。そうです
ともと、この萩尾先生とか、その辺とか好きで、はい、萩尾先生ってポーの一族とかですね。そうです、ポーの一族とか、友人にいる、いろいろありますけど、ちょっと山口涼子先生とか、そういうちょっと、少し前の世代の、はい、長くなりました。仕事の話だったりとか、実際に住んでらっしゃる神山の場所について伺っていこうかなと思うんですけど、皆さん何に興味あって来たのかというのをちょっと聞きたくて、神山に行ったことある人っていますか？おお、あ、でもちらほら、住んでた人っていますか？あ、え？3ヶ月だけ。あ、3ヶ月だけ。でも3ヶ月。ご出身とかではない。へえ、出身の人はいますか？徳島出身。言ってなかったかな。どちらですか？徳島の徳島市です。あ、徳島シティガールですね。いいな。なるほどなるほど。そっか。あとは何でしょう。地方に移住したいとか転職で興味あるっていう人は、あ、あまりいない。あとは何だろう。ちょっと上がりかけて。あ、じゃあ今東京に住んでるけどちょっといずれはみたいな感じですか？そうですね、以前徳島に住んでたので。あ、そうなんですね。じゃああとは何だろう、日本仕事百科を見てきたよっていう方はどれくらいいますか？あ、ありがとうございます。あとはもともとゲストさんのお知り合いっていう方は、ほぼありがとうございます。そっちのお兄さんとか何か言ってましたっけ？人捨てっていう。あ、人捨て、はい。何に引っかかってきてくださったんですか？このバーの下のとか、面白い場所があって、場所自体に、はい、ありがたいですね。すごい、なんかこの、そもそもなんですけど仕事バーっていうイベントでして、まあ、基本飲みながらでダラダラ喋るだけなんですけど、最初だけちょっとトークをしてまして、でその後は本当にご歓談になってます。でいろんな職業の人をお呼びして、日々ほぼ毎日ぐらいのペースで一応やってるんですけど、例えば今日は徳島県からお越しいただいてますけど、北海道からとか鹿児島のちっちゃい島からとか、いろんな方を呼んでて、職業も生き方もバラバラ、でその例えば何でしょうね、野鳥の会にいた人とか、いいです、今度いらっしゃるんですけどテレビのカメラマンさんが来たりとか、芸能人のマネージャーさんとか、なんだろうな、カバンの職人さんとか、とにかくいろんな業種の人を呼びして、まあ、こんな人生もあるんだなみたいなのを伝えております。でもともと、まあ、今回もお世話になってるんですけど、求人サイトをやっていて、日本仕事百科っていうサイトなんですけど、こういう人たちがこういう思いで働いてるよっていうのをなるべく丁寧に伝えるコラムみたいなものをたくさん書いていて、で今回も求人の記事と連動して開催みたいなのをいろいろやったりしてるっていうのもあって、まあ、こんな人もいるんだなみたいな、こんな人生もあるんだなみたいなのがなんとなく分かる飲み会みたいな感じでやっておりますので、結構なんだろう、今日のゲストさんに正直興味があって来たっていう人ももちろんいると思うんですけど、なんとなくイベントに興味を持ってきてくださるとか、場所に興味を持ってきてくださるっていう方も意外といたりして、あと転職の報告に来たりとか、ありがたいんですけど、実は記事で入りましたみたいなのとかもあったりするので、なんか割とフラット来ていただけると何かしら新しいきっかけみたいなのが見つかるかなと思ってますね。なので今日の人たちを知らなくても、徳島に行ったことがなくても全然大丈夫です。じゃあちょっと実際に皆さんが何やってるかとか、徳島、そもそも神山って今日タイトルもつけてるんですけど、どんな場所かのご説明をいただけると、行ったことある人も少なかったですし ね。まずは東京からどんくらいの距離感でしょう？ですね、まあ飛行機で、主に移動するんですけど、徳島空港っていうのがあって、はい、そこから、まあ、今回来たのは羽田空港まで、ですね、大体1時間ぐらい。あ、そんなもんですか。今回はなんか追い風だったから50分、やっぱあるんですね、今日が。徳島から東京側に行くときは追い風が、へー、みたいです。そうなんだ、編成とか。
向かい風だと違うでしょ。ふわっと乗ってきました。で空港からはどう？そうです。神山町から空港、はい、徳島空港までまあ車で約1時間ぐらいなので、まあ、それ以外の時間を考えないと2時間ぐらいで東京には着く。はい。結構山の方ですよね。そうです。山の方っていうか、まあ神山ってついてるだけありますけど。山の方ですね。山の方です。ただあの徳島市内の方はご存知かもしれないですけど、はい、徳島市からですね、まあ、車で1時間かからないぐらいで行けちゃうので、割とこう身近な田舎というか、だから市内からこう川に泳ぎに来たりとか、あ、はいはい、温泉入りに来たりとか、そうそうそう、ちょっと田舎美味しいものを食べに来たりとか、うん、そうだ、行ったことありました？実は多分なくて、あ、多分ないと思って、やっぱないんじゃないかな。親に連れられてとか、あ、確かに小さい時にあるかもとかですよね、多分。多分でもそうか。私も実家群馬ですけど、正直群馬の名所とかあんま行ったことなくて、あ、でも名所ってわけではないですね。そうか、名所、そうですね。名所ですか。まあ、そんな派手な名所があるとかいう地域ではない、ないんです、うん、まあ、あの四国八十八箇所のこうお遍路さんみたいな、あれのこう、まあ、まあ札所が神山町には一つあるんですけど、まあ主な観光地っていうと、まあそれはあるけど、そんななんか人が桜が綺麗とか、うん、川遊びとか、常時人が訪れるとかいう観光名所という感じではないですね。なんかこう街の規模感っていうか、例えばイオンがあるとかコンビニがどうとか信号がどうとかのレベルでいうとどのくらいですか？なんか親しみレベルでいうと一つあります。あ、一つある。 そうです。それも15年前ぐらいに、まあ、なかったの？なかったです。で、そうです。で、コンビニができるぞみたいなコンビニが大ニュースですね。できた時は凄まじいお客さんが入ってた新しいものみたいな。信号は多分徳島市内に出るまで2つぐらい、はい、あ、そうか、そうか、みんなでもじゃ車移動でしょうね。そうですね。だから距離的には意外とこう長いかもしれないんですけど、うん、まあ、移動時間っていうとそんなにない、そういう感じです。そうか、そうか。じゃあそんな徳島に皆さん住んでるわけなんですけど、あの、なんて言ったらいいんだろう、今回まあ来ていただいているのが集合住宅に住んでほしいなみたいなのもあると思うんですけど、普段どんな仕事をしてるのかの説明もいいですか？まあ、役場の人はなんとなく想像つきますかね。役場で特に何をしてるんですか？役場で特に、まあ、まあいろいろやってるんですけど優しく言うと優しく言うと、まあ、あるこう計画、はい、こういう街にしようっていう計画があって、まあ、それをこう前に進めようっていうことをやってます。だからもう計画に掲げるんですね。こういうことをやっていこう、やっていこうっていうことをやっていく、書いてるんですけど、まあ、それをこう実際にやっていくっていうのを、まあ、調整したりとか、まあ、必要な人をこうとの会議をしたりとか、そういうことを、まあ、今最近はもうやってますね。はい。おばさんって普段スーツなんですか？スーツではないですね。役場でスーツ、神山町はあまりスーツの人いないです、うん、あ、そうなんですね。ほとんどいないよね、いないですね、まあ、ちょっとシャツは着たりするんですけど、あ、まあ、普通にこうその上に何ですか、簡単なジャンパーを羽織ったりとか、そんな、もダウンジャケットだよね、最初。そうですね。はい。で、まあ、現場とかも行く人もいるんで、うん、まあ、作業着の人がいたりとか。へえ、うん。じゃあお二人は神山つなぐ校舎っていう、はい、会社で一緒だと思うんですけど、はい、具体的にどんなことをしているかでいうと、まあ、基本役場と一緒にその地方創生の戦略を進めていく。で、特に私は住まいづくり担当っていうところなので、まあ、で、パパさんもあのそのいろいろ計画調整する中にその地方創生を担当していて、はい、さらにその集合住宅のプロジェクト担当なので、結構ここは組んでやることが多いです。で、まあ、あの役場の方に2名、あの校舎の方に2名、その集合住宅担当がいて、で、まあ、私たちはどちらかというとソフト担当、で、入居者の募集だったりだとか、住むことが決まった、住み始めた入居者の方との生活をどうフォローしていくかとか、地域とどうつないでいくかとかいうところを担当しているっていうのがあって、まあ、今回この組み合わせなんですけれど、なので、ね、まあ、
今日のこれも、まあ、入居募集の一環っていうのもありつつ、うん、でもあんまり募集募集のイベントって私たち好きじゃないというか、うん、そんなにすぐ引っ越し決められないですよね。そうなんですよ。私そういう売り方じゃないよねっていうのはあって、うん、なんだろう、今住み始めてくれてる人が本当になんか願った感じだなっていうのはあるんですけれど、はい、単なる賃貸住宅っていうよりは一緒に住みながら作っていくというか育てていくというか、その状況を育てていく、はい、行きたいなって思っていたので、なんだろう、よくあるディベロッパーの入居募集とは違うやり方をどうやったらできるかなっていうのを模索しながらやっていて、そんなね、役場だったらやらなかったようなやり方を今度こんなのでどうかなって言って、うん、そうかみたいな。そうですね、役場だったら、まあ、こういうとこでこういう話をすることも、まあ、なかなかないでしょうけどね。言い方が合ってるかわかんないですけど、うん、役場仕事よりだいぶ柔らかく展開されてるというか、うん、そうですね、コミットしてなんか親身になってくれてる感じはしますね、うんうんうん、実際あやさんは住まれて PR も担当してると思うんですけど、住んでみるまでの決断ってどういう経緯だったんですか？その神山に行くぞみたいなのってどういう経緯で？そうなんですよ ね、まだ1年ですよね、うん、なんか最初はこう風景に惹かれたと思ってたんですよ。山あいの町で、まあ、本当に四方ぐるりと山に囲まれてますし、アクエ川はすごく、まあ、清流市の川に流れていたので、まあ、町を縦断する形で川が流れてるんですけど、その透明度とか、やっぱりそこで、まあ、ママさんもちょっと聞いたんですけど、子供時代過ごされた中に川遊びとか、あ、そうですね、そういうところを、まあ、私の息子がなんかその見たと一緒に行った時になんか今まではまあ、ある種都会に暮らしてたので何か用意されてるものとかサービスがある中で遊ぶみたいな、何か枠組みがある中で遊ぶみたいな感じだったんですけど、何にもない原っぱが楽しいってこう走っていった時に、あ、ここかもっていうところとか、あとは何だろう、そういう意味では何かここに行きたい思ったんですよ。で、その思いままに来ちゃったっていうのは来ちゃったあります。じゃあ仕事とか決めずに住んじゃえって感じだったんですか？そう、なんかこう住みたいなっていうの。でもなんかその神山のおうち事情というか、なんかその空き家があってもこうやっぱり手を入れない、回収したりとかしないといけなかったり、あとまあ、不動産屋さんがないんですよね。そういう事情があるので、すぐにお家を借りたいとか住みたいって思ってもやっぱりご縁があったり。みんな持ち家ってことですか？持ち家というか一軒家とかが多いってこと？そうです。もともと地元に住んでる人は基本的に持ち家で一軒家で、うん、それは確かに不動産屋さんはいなくても公営住宅か、民間の賃貸住宅はない。一個だけあるんですけども、そのコンビニの横に。あ、そう、コンビニの横に便利だとかね。でも部屋は数限られてるし、なんかでも神山ってそれこそ弊社でも求人かなりお世話になってるんですけど、なんだろう、先進的な企業さんとかが東京ともう一個バックオフィスとか、バックオフィスなんていうか、地震が来た時の一応作っとくオフィスみたいなのとか、あとはすごい光ファイバーでしたっけ、なんか光回線がすごい飛んでるんですよね。なのですごいネットが早いみたいな山あいの特殊な町で、結構 IT 系の企業さんとかがそっちに誘致していろいろ引っ越していったりとか、あとはアーティストインレジデンスとかもやって、芸術家の方が行ったりだから、なんて言うんだろう、徳島の山の町なのに外国の人がうろうろしてたりするっていうのを聞いて、なんかすごい、なんて言うんだろう、進んでる町じゃないですか。で、結構多分移住されてきたり、そのなんだろう、共同住宅に入られる方もいろんな経緯の人いると思うんですけど、どういう背景の人が多いんですかね。年齢とかもバラバラですか？基本的には今回の住宅ですよね、子育て世代向けの住宅なので、まあ、そういう年代の人が集まっては、まさにちょうど良かったって感じなんですね。下の
なんていうんですかね、最近よく、まあ、言われたりするんですけど、うん、まあ、移住者向け住宅なんでしょとは言われるんですけど、うん、実はそうじゃなくて、もちろん外からこう新しく移り住んでくれる人も対象ですし、うん、まあ、U ターンですね、うん、U ターンで戻ってくる人も対象ですし、あの町内から町内への住み替えっていうのも対象で、今回あのたまたま一期で入ってくれた人の中に、もともと町内に住んでて、でもこう住まいをこう変えた、自分の暮らしに、まあ、合わせてこう住まいを変えたっていう人もいるという、そういう住宅。住み替えってその規模を変えたりとかってことなんですか？うん、まあそうですね、まあ、まあその人が、まあ、どういったことでそのこの住宅に来たかっていうのはわからないですけど、なかなか町内でこう住み替えっていうことは今まで行われてなくて、なんていうんですかね、例えば結婚しました、うん、あの親と同居はちょっと無理だなっていう時には、その時は神山町はもう外に出るしかあんまり選択肢がなくて、でも、まあ、あれができることによってこう、まあ、その人自体も家、実家が近くなんですよね。うん、あ、じゃあ安心ですね、何かという時に地域に残ることができてやっぱり、そうするとこう、まあ、なんていうんですか、まあ、地域行事にも引き続き関わったりとか、まあ、何か困った時にこう実家に頼ったりとか、そういうことがまあできるようなこう住み替えが起こったですよね。なんか東京で暮らしたりしてると、多分家賃とかすごいかかったり、まあ、食費とか外食もいっぱいできちゃうので食費かかったりすると思うんですけど、現実問題、金銭面とか暮らしやすさってどんな感じなんですか？どこから行こう。あの家賃としては、まあ、集合住宅も東京に比べるともう全然安くて、この状況は嬉しいだろうなっていうのを思いながら見てるんですけれど、私は結構あのなんだろうな、まあ、まあまあの古民家に住んでるんですけれど、一人暮らしなので平屋のちっちゃな、でも、まあ、あのそこまで改修しなくても住めるっていうところに、お、この家賃だと、まあ、他のいろいろ他のことに趣味にもお金使えるなみたいな状況で住んでいて、で、あの、なんだろう、やっぱり食べれる場所、飲食店の数は本当に限られてるので、例えば日曜日だとあれ夜ご飯食べる場所ないなとか、あの行くんだったらあそこしかないなっていうのが大体決まっていて、っていう意味では限られてるので、なんか散財することが少ないっていうかのもあるし、逆にでも食べたいって思った時はフレンチビストラがあったり、あの海外のシェフが来てるあの食堂が、あの今日はイベントで美味しいディナー食べれるよとか、あと地元の料理人さんでもすごく美味しいの出してくれるところがあったりとか分かってるので、なんかなんだろうな、普段の地元の友、あの神山の友達とっていうよりは、外から友達が遊びに来るから、よしじゃあそこ行こうみたいな、何日に来るのみたいな、どうせならこっちの呼びに来ようよみたいなことをしながら、その友達を口実に美味しいものを食べる。そっか、釜屋もありますね。そうなんです、釜屋がそれが嬉しくって、その釜屋って2年前、うちも求人でずっとお世話になってるんですけど、フードハブプロジェクトっていうのをやってる人たちがいて、そこがやってる食堂があるんですけど、かなり自給率を上げようとしてて、その徳島、なるべく神山で作られたもの、なるべく徳島で作られたもの、まあ、その後はまあなるべく四国でとかになるんですけど、なるべくその自給率を上げた美味しいものを作ろうとしてる人たちがいて、この日本酒をね出してたんですけど、品切れになってしまい、いやでも食べることでその地域の農業を支えるっていうコンセプト自体もすごく嬉しくって、よくお昼とかも食べに行くんですけど、あの楽しいのはシェフズインレジデンスって言って、その海外のシェフ、まあ、海外に限らないのか、そうですね、日本人もいたんですけれど、そのシェフの方があの1ヶ月とか、下手すると今ずっといるデイブとかもなんか1年はいかないかも、でも結構1年ぐらい、ちょっと途中旅に出たりもするんですけど、1年ぐらいながら神山の食材だとか日本の料理の仕方とかを学びながらも、でも自分がこれまでやっぱりアメリカのニューヨークとかで腕振るってきた人なので、その彼なりの味の出し方っていうのを振る舞ってくれるのがすごい面白くって、なんかあのこの週はデーブのディナーあるよみたいなのが分かると、みんないそいそと予約していくみたいな。いいですね。なんか多分ニューヨークだったらもしかしたら予約するの難しい人だったかもしれないんですよね。まあ、あのニューヨークまでは行かないんですけどそれが普通に神山でフラフラっと行ける距離にある。そう
言い方がですけど、コンビニが1個しかない町なのにそんな料理があるというすごい話ですよね。本当に美味しいんですよ、それが。幸せです。ちょっと一旦30分ぐらい経ったので早い、一旦トークタイムは終わりにしようかと思うんですけど、はい、最後なんか告知事項というかあれば。この後ご簡単にしようと思います。どれが採用されてるか分からないですからね。今ね、その瞬間映ってないかもしれない。でもじゃあ私もこのまま待機しとこう。はい、ちょっと今話に出ました、集合住宅、小野寺っていう地区にできる小野寺の集合住宅。小野寺？小野寺です。小野寺地区。はい、小野寺って言うんですけど、まあ全体計画でいうとこんな感じになる集合住宅です。まあ、ただこう人を増やすために作るんじゃなくて、こう集まって暮らすことで子どもたちがまあよりこういろんなこう刺激とか、まあいろんなことを感じながら育つようにとか、まあ大人たちもこう集まって暮らすことで、まあそれがこう町に新しい活動を生むとか、そういうことにつながるようにというまあ住宅で、現在ですね、入居を募集しています。はい、募集は家族夫婦用っていうのと、単身者用の、シェアルームの募集を今両方してまして。大丈夫なんですね。そうです、まあ、子育て世代の住宅というんですけど、まあ、なるべくこの、敷地内にこう多様な人が住んでいてほしいっていうのもありまして、いろんな大人に出会えると、うん、子供もだし親もなんか、あ、こういう生き方もありなんだって思える状況もね。そうですね、作ろうと思って、今募集中です。家族夫婦用は1月の28日までが一旦締め切り、中の来週の明けです。で、単身者用のシェアルームは2月の22日まで。はい。お家賃いくらぐらいなんでしょう。お家賃はですね、家族用は4万5千円です。安っ。ありがとうございます。東京から行くと、はい、いや、そうですね。ランデーブルも行く。単身者用は3万円。ただし、ただし、まあ熱、はい、熱、ガス、ガス、電気、うん、インターネット、うん、込みです。いくつか共有の備品とかも入ってっていう。そうですね。まず今いきなり熱って言ったのが、これ高熱の熱ですけど、ここですね、はい、地域熱供給システムというのを作ってまして。はいはいはい、ペレットボイラーで、かっこにこう熱を供給して、その熱交換によってこうお湯を出したりとかする。これ皆さんには見えるかな、あの、こ、あ、違う、こっちだ。ここに木質バイオマスボイラー棟っていうのがあって、ここの建物の中に大きなボイラーで燃やしてて、その熱を作ったのを大きなタンクに溜めながら、はい、この辺に全部配管があって、各家に届けられたのが、まあ、熱交換されて、あのお湯で出てくるだとか、はいはいはい、あの床暖房とか、まあ、単身支援のところはパネルのヒーターがあるんですけど、っていうのになっていくことで、地域の木の熱を生かすっていうのがやってます。面白い。川もすごく近いんですね。そうなの、すぐ横の土地 で、 いいで、ね、小学校まで歩いて5分、うん、あ、素晴らしい。中学校を通っていう、あ、いい、いいですね、すごい近い距離です。ちなみに中学校、僕が中学生の時の水泳の授業はここでした。はいはい、川で、あの、小学校はプールがあるんですけど、はい、中学校はプールがないまま。へぇ、そうなんだ。いい、いい授業。そういう楽しい神山町です。で、まあ、今ここの4世帯が、あの、2棟が建って4世帯が住み始めてるところに、はい、藤本さんが住んでるんですけど、うん、今ここの2棟を建てていて、でまたこのあとこっちとこっちを3年目4年目っていう形で順番に建てていくっていう感じなので、じゃあ本当これから一緒に育てる人をぜひって感じですね。はい、ありがとうございます。まあ、興味があったら、まあ、問い合わせからでも、はい、はい、神山つなぐ校舎で出ます。あ、いや、神山町の集合住宅で検索してもらうと、あの、このウェブサイトがドンと役場の方ので出てきます。じゃあぜひ今日もあのいらっしゃる皆さん気になることあれば、この後いろいろ聞いてもらえればと思います、はい、じゃあ一旦トークタイムは以上となります、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。